こんにちは、トイラボです。今回は2023年5月に発売したホットウィールカーカルチャースピードマシーンについて見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。ポルシェ 911GT3。 ボディカラーは鮮やかなブルー、ヘッドライトはクリアパーツで、ボンネットにはゼッケン番号60が入っています。側面から見るとリアがブラックになっており、境界がストライプ状のデザインになっています。今回タイヤはリアルライダーではないのですが、かなりリアルなデザインになっていてすごいですね。リアはテールランプやロゴなどが印刷されています。マクラーレン 720S。 ボディカラーは鮮やかなオレンジで、フロントライトは印刷で再現されています。側面はシンプルで、ボディカブのブラックの部分が印刷で再現されています。リアはテールランプや、かなり小さいですがマクラーレンのエンブレムが印刷されています。ウィンドウパーツはクリアパーツですが、カメラだと内装が見えないですね。パガーニ、ゾンダー R。 ボディカラーはシルバー、フロントライトやボンネット周りが印刷で再現されています。側面にはゼッケン番号1番とゾンダー R の文字が印刷されています。レーシーでかっこいいと思います。リアはテールランプやメッシュ部分が印刷で再現されていて、特にメッシュ部分がリアルでいいですね。こちらもウィンドウパーツのスモークが強すぎて内装が全く見えないです。フォード GT。ボディカラーはパールホワイトで、ブラックのラインが2本入っています。フォード GT といえばこのデザインって感じで、結構好きです。側面にはゼッケン番号4番とブラックのライン、フォード GT やアメリカの国旗が印刷されています。
リアはテールランプ周りが印刷で再現されています。上から見るとフロントからリアにかけてのブラックのラインがいいアクセントになっていてかっこいいですね。ランボルギーニ、ベネイノ。ボディカラーはレッド、フロントライトやエンブレムが印刷で再現されています。側面にはイタリアの国旗カラーのラインがデザインされています。良いアクセントでかっこいいと思います。リアはテールランプやダクト、ランボルギーニの文字が印刷されています。さすがランボルギーニといったところでしょうか。上からの見た目もかっこいいですね。いかがだったでしょうか。今回はリアルライダーではなかったですが、全体的にホイールのデザインが素晴らしく見間違うほどでした。もしかしたらゴムの劣化を考えるとこちらのタイプの方が長い目では良いのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。